キット線は、鹿児島県姶良郡遊水町の吉松駅から、宮崎県都城市の都城駅に至る、九州旅客鉄道の鉄道路線である。日立線や津城駅吉松駅間と合わせて、海老の高原線の愛称が付けられている。霧島山の北東側を回り、宮崎県西部の海老の市、小林市と南部の都城市、そして、県と宮崎市及び、 鹿児島を結んでいる宮古の城早戸間が現在の経路で開通するまではこちらが日本本線だった時期があるまた1974年から1980年まで博多宮崎間の特急をおよど1959年から2000年まで熊本宮崎間に急行海老野が経由し必殺線とともに中九州と 南九州を結ぶ役割を持っていた。山岳部を走る路線としては珍しく、この路線にはトンネルが一つもない。2008年度分の統計によれば、キット線の輸送密度は576人、日であり、JR 九州の路線のうちで最下位である。この輸送密度は、国鉄改革の際に廃止された特定地方交通線に選定される水準である。 当選は国鉄時代から特定地方交通線並みの輸送密度だったが平均乗車キロが3 0トルを超え輸送密度が1000人、日以上という例外規定に該当したため第三次廃止対象特定地方交通線からは除外されていた。2018年12月25日から2019年4月30日まで縁起の良い梅やだるま、招き猫などを車体にあしらった きっと、願い叶う、ラッピング列車が運行された。デザインは、沿線の小林高校美術部が担当、ネスレ日本の協力を得て、チョコレート菓子、キットカットとのコラボレーション企画も実施された。全線が、鹿児島市社の管轄である。1日に旧往復の普通列車が運転されており、日中は3時間以上間隔が開く。優等列車の運転はなくなり、 全列車ワンマン運転の普通列車となっている。2016年3月25日までは、早朝の一部の列車は、車掌が乗務していた。すべての列車が全線を通して運転されており、一部の列車は、都の城駅から、日方本線に直通して、宮崎駅まで、吉松駅から、日立線に直通して、早戸駅、鹿児島中央駅まで運転される。 2012年4月から日中に線路修繕工事を実施するため8月を除く毎月第2水曜日の一部列車が運休となるそれに伴うバスやタクシーによる代行輸送は実施されない2019年度の修繕工事のための運休は4日の予定である列車利用促進のため宮崎県では平日チャーター補助制度を実施し海幸山幸及び ハヤトの風専用車両を平日に貸し切り、団体専用列車を運行する場合に補助金を交付している。車両は、ほとんどキハ40系が使用されており、キハ125型やキハ200系は使用されたことがない。車両は、鹿児島車両センター及び、宮崎車両センターから日中に送り込まれ、吉松駅と宮古の城駅構内に留置されて運用される。当時、 鹿児島本線の駅だった吉松駅から分岐して、吉松小林長官が宮崎線として1912年に開業したのが始まり。翌1913年、現在のキット線の区間である宮古の城駅まで開通した。宮崎線はさらに宮崎、重岡方面へ延伸され、豊洲本線とつながり日本本線となったが、 都の城隼都館が1932年に開通してそちらが日報本線となり、吉松都の城間がキット線となった。上記以外の駅は無人駅である。平均通過人員、旅客運輸収入は以下の通り。ありがとうございます。